おめでとうございます。ありがとうございます。何枚目になりましたか？何枚目だろう、もう21枚目年は超えましたか？21枚目ですかね。20枚目？これ19枚目。あ、19枚目。もうちょっとすいません、おばさんですよ、ごめんなさい。19枚目です。今20歳目前の作品合わせ、いつ頃どこで撮りました？これは11月の終わりに沖縄で撮りました。冬の沖縄どうでした？あ、超寒かったですよ。もうこのこれ、あ、こ、表紙もう震えてますから私。こんなかっこいい格好してて、そう震えてるんです。ブルッてしてました。めっちゃ立ってます。見てください、鳥肌を。艶やかな鳥肌ですね。艶やかな鳥肌ですね、確かに。艶やかですけれども、はい、グッド大人っぽい感じですけれども、どんなイメージで仕上がりでしょうか？でも全体的に結構、私昨日見たんですけど、うん、可愛かったです。あら、自分で言いましたね、うん、ごめんなさい。すごい可愛い系な、あのこれとか、お風呂入ってる、お風呂入ってるやつとか、このメイドさんも可愛かったし、私結構おすすめの水着がこのなんかちょっと変形してる水着なんですけど、すごいかっこいい黒い、なんか OL チックな下に着てるんですけど、すごい変形する前 OL さん風なんですね。そうなんです。眼鏡拭いちゃってますから。まあ、タイトスカートで。タイトスカートだったっけ？うん、そうそうでした。それで脱いだら黒くて。そうです、そうです、すごい大人っぽかったですよ、これ。大人っぽかったです。いや、まずこの撮影で一番思っていることは、とにかくすっごい寒かった。この一番 この表紙のやつが一番最後の撮影だったんですけど、なんかもう夕方になりかけで本当に寒すぎて、初めて寒くて、あの震えが出てきて、あのよく見たら分かるんですけど、ブルッてしてるんですよ、本当に。だからちょっとそこ結構見られたら恥ずかしいけど、そこなんかちょっと裏情報として見てほしいなって思います。あ、今私すごい結構特技と趣味でマッサージをすごいやってて、やっててっていうか好きで、マッサージの資格とか取ってみたいなって思ってます。じゃあ20枚目は自分でマッサージ。あ、それもいいですね。いつもされるんでね。マネージャーをいじめる。あ、そっち系、いじめちゃう系で、私本当結構力強くて痛いんで、癒します。今日の衣装はとりあえず私今年は2014年は青を目標、なんて言うんですかね、すごいイメージカラーにしてるんで、ちょっと青ですごい探して、これちょっとお姉ちゃんに借りました。お姉ちゃん大人っぽいですね。そう、お姉ちゃん大人っぽいってことですかね。村上ゆりです。艶やか見てください。